にちは、オケベースでーす。ですね、今日は、なんと、バッカス、の本社に来ております。わーということで、あのですね、バッカスの本社にちょっと用事があって来てるんですけど、このですね、はい、先日発売されました HJ フリークスさんモデルが置いてありましたので、はい、ちょっと引いた動画を撮ろうかなと思います。ちなみに HJ フリークスさんには、一切断りを入れておりません。HJ フリークスさんともすいません。はい、ということでやっていきたいんですけど、はい、まあ、これが5弦ですね。はい、普通のロービーがついてるタイプの5弦で、ヘッドレス、はい、ヘッドレスでこのね、金ピカのパーツがついてて非常に高級感がありますよ。うん、このブリッジとこっちは金で統一されてる。そしてこのピックガードですね、はい、こちらが初回限定特典というかそういう感じらしいんですけど、この HJ さんのね、このイラストと、サインが書いてある、ピックガードを選べるという、両方ついてくるのか、両方ついてくるからどっちも交換できるぞっていう感じでなってるみたいです。はい、持った感じですね、非常にまあ軽いんですけど、でも軽すぎではないですね。はい、ちょっとずっしりくる感じもあって僕はすごい好きですね。このぐらいの重量が結構ボディ軽いのとかもいいんですけど、はい、まあ、このぐらいずっしりあった方が僕は好きです。ということで、じゃあこいつを引いたら HJ さんのように可愛い女の子になれるのかということをやっていきたいわけですけど、このもうザ・5弦ベースっていう感じのジャリッとした感じと、このロービー弾いた時のツシっていう感じがですね、まさに5弦ベース。はい、といえばこのプル、僕はもうプルの音が好きなんですけど、HJ さん。このアタックの効いた、パキッていうプルの音がですね、ちゃんと出ますね。うん、まさに HJ サウンドっていう感じなんでしょう。コントロールがですね、まあ、普通のそのよくある3バンド EQ がついてて、で、このトーン、あ、違う。ボリュームがついててバランサーがついてるって感じなんですけど、この一番僕特徴的だなと思ったのはこのキルスイッチですね。このこれでもう音が出なくなると、これがすごい特徴的な機能で、はい、ベースでキルスイッチあんま聞かないんですけど、例えばこういうプレイもできるのかな。ちょっとわかんないです。こういう遊び方もできるぞっていうのと、まあ、あとはその例えばボリュームですね、そのチューナーとかそういう音を止められるものがない時って、なんかこう弾くのをやめてちょっと離れる時とか、あとそのライブの MC 中とか、に音を切っときたい時って大体こうやってボリュームを下げるんですけど、このボリュームを結構その全開じゃなくて真ん中ぐらいで例えば使うような現場って、いちいちこの下げちゃうとボリュームの設定をまた同じところに戻すのは大変なんで、まあ、そういう時に多分このキルスイッチが役に立つのかなっていう所感ですね。うん、はい、でアクティブ、パッシブの切り替えができると、これアクティブサーキットがはい、アギュラーですね。アギュラーの、はい、OPP3、はい、3が入っているということ、はい、お、なんとこの 18V、この電池が2つですね、9V 電池2つの 18V ということで、はい、かなりそのハイファイ、感じなんでしょうか。ね、こっちの裏側にもこの HJ さんの、このサインが入っております。いやー、いいな。HJ さんっぽく3連プルに挑戦してみよう。
3連プル。はい、練習します。ということで、いかがだったでしょうか。はい、HJ さんに無断でやってますけど、ね、とてもいい楽器だと思います。ぜひ手に取ってみてください。ご視聴ありがとうございました。